切りに、うん、頼みにしておる。朝倉の攻勢を受け止めるとは徳川勢侮れないな。休んでいる暇はない。いいやつ解剖。新手が下流から迂回してきたか。あんなところにも軍勢が通れる道が。途中に滝もあるみたいですけど、あの道を使えば朝倉本陣に迫れますね。滝はちょっと怖いですけど、私やってみます。徳川は崩壊せずによく戦っている。主である家康さん、そんなに大人物なのか。大人物かはさておき、なかなか賢そうだ。朝倉の不純な隙を突こうとしているぞ。よし、これで戦力は整った。全軍徳川本陣へ突撃じゃ。小田は助けぬ。徳川のみで退き、もとよりその覚悟なら、皆の者、朝倉の増援を迎え撃て。お谷義経、敵ながら見事。なんと徳川の家臣も負けてはおらぬ。油断しておる。内側から
朝倉本陣は目前ぞ。ゆえなのにあっさりと徳川に侵入された。朝倉はもうダメだ。織田に投降しよう。徳川の勢いが増すばかり。それに比べ朝倉は友軍がこれでは勝てない。高倉、まだ戦は終わっていないさ。織田を全力で叩けば朝倉軍も盛り返そう。織田本陣に浅井軍を近づけてはならぬ。家康、止めてみせよ。この信長と共に賭けんとするならばな。この戦、信長を撃てば勝てる。名を連れ殿、お願いします。あれなる浅井の若武者、王道高虎か。何を狙っておる。吉影殿、徳川軍は侮れぬ。我が陣まで控える。協力して撃ちましょう。徳川の小勢など我らだけで十分よ。朝倉義景の恐ろしさ見せてくれるわ。チェー開門。義景殿を見捨てることはできる。我が軍から一体義景殿の護衛に回せ。守るべき場所よ。朝倉軍は崩れた。だがまだ勝負は終わっていない。長政さん、総攻撃です。なら先陣は俺に任せてください。開門。あ、スモフスモフ、腕が張りカトラが突っ込んでくる。あの若武者を止めねば勝利はない。兄上、最後の勝負、所望いたす。今度こそ勝ちます。開門。返せるだけで精一杯なのに、次は浅井を撃てたの。お茶にはほどが。それを慎め、いや、家臣を思えばこそ殿は耐えているのだ。